困ったらストレートだと思うんですよね。それがやっぱり一番の、はい、止めれます。今でも軽く投げてますね、はい、148キロさあ追い込んでからの投球、150キロ、3球三振、力の入れようが違いますよね、まあ、だからこれができるならそれでいいと思うんですけどね、去年は3年目で初めて開幕1軍入りを、ね、投げるとなると5回じゃダメなんですよね。そうですね、やっぱり6回から、はい、まあ肩の力が高吉を迎えています。全部投げても当たらないようですね。ここも3球三振、全部まっすぐですね。そうです、うん、まあ少し球速を変えたりもあるんでしょうけどね、まあ去年よりさストレートですね。ストレートをちょっとこう打ち遅れてレフトへのフライ、マサゴがレフトに入っています。必ず鶏肉が出てくるというか、はい、あいい空振り三振です、ね、最後変化球でした。まあちょっと高いんですけど、まあそうですね、いいじゃないですかね。あれくらいちょっと高い、ちょっとレフトへのフライです。前に出てきます。マサゴ投げていたのがこの長谷川慎也です。カットボール、これはショートゴロ、正面に入る、かわせ、ナイスですね。しっかりとアウトを打ち取っていきました。スリーアウト、ここまで一人のランナーも許さずタイニング抑えた杉山です。中では、まあいい方でしょうね、杉山、はい、杉山、昨日田中、杉山。